でもね、本当にね、飯島愛ちゃんってすごくて、本当に自分でこう仕事をやって、新しいこうビジネスを始めると。まあ、アダルトグッズだったんですね、作ってたのはね。結局、女性にとって男ばっかりそういうのがあって、女性にないっていうことでね。でもね、本当にね、飯島愛ちゃんってすごくて、もう亡くなっちゃってね、ずいぶん経ってね、まあ、今でもお墓参り、ぐらいしか行けないんだけれども、年に1回ぐらいね、お邪魔させてもらうんですけども、本当にあの頃、引退してね、まあ、本当に自分でこう仕事をやって、新しいこうビジネスを始めると、本当、それの会見の数日前に亡くなってるんですよ、はいはいはい、新規ビジネスの。で、だってもう、試供品、いわゆるまあ、アダルトグッズなんだけどね、作っていたのはね、うん、で、その俺は、だって試供品まで俺持ってるからね。もうだってもう発売寸前だったんだもん。はいはい。だから普通になんか、なんかカメラ回してお付きの人がいてっていうので。そう。で、もうさ、全部製品、自分で工場行って全部作ってて、結局女性にとって男ばっかりそういうのがあって、女性にないっていうことでね、それがコンビニに置きたいんだと。うん、で、はいはい、だからパッケージもおしゃれにしなきゃいけないんだって、そういうの作ってた。ああ、じゃあ、テンダとかの流れですよね、今で。いわゆるそれのおしゃれな、すごいおしゃれなやつで、すごい、もう何これ、何のブランドみたいなような感じのパッケージにして、で、コンビニにこうやって普通にかけて、これをピッて取りたいんだよね。っていう、それ恥ずかしくないじゃんっていうのが、を作りたいって言って、もうその試供品もあるんだけども、うわ、かっこいいみたいな。それは本当に、コンドームであったりとか含めてなんだけど、うん、そういうのもやっぱりエイズ撲滅とかもやってたから、はいはいはい、全部作ってたのね。で、うわ、すごいかっこいいねって言って見てて、その、完成してすぐだもんね、なくなっちゃうのが。発表も、最初のイブの時だった気がするんです。そうですね。そうそう。クリスマスでしたね。だからもう嫌になっちゃったっていうか、びっくりしちゃって、その時はもう。はいはいはい。何やってんだよと思って。うん。いろいろありましたけどね。コメントでありますけど、その試供品の具合はどうでしたかって。それ女性用なんだよね。あ、そう、残念ながら。そうなんだよ。申し訳ないです。あ、いえいえ。